木の哲也は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属していた、元調教師元、元騎手。騎手時代にビクトリアカップの第1回優勝馬国の花などに騎乗、調教師としては、マイルス。1948年、福岡県三橋町に飲食業を営む一家の次男として生まれる。後に養子に出て、藤岡生となる兄、藩士は、 太平洋戦争中に戦死した母の先父の子であり、哲也は異い邸にあたる。中学卒業後に、京都競馬場、久保道夫級舎で、騎手候補生となった藩士に習い、哲也も中学3年生の時に、中央競馬の騎手養成長期課程を受験。合格後、長期課程第14期生として、東京都世田谷区の馬事公園に入所した。同期生には、小島太志、 田島義穂、安田富夫、池上正宏、平井雄二らがいる。騎手家庭終了後は、阪市の紹介で、京都競馬場、鈴木和夫級者の所属騎手となった。1966年3月6日、第2回中京競馬6日目第7競争でデビュー。翼優に騎乗して一着となり、初騎乗初勝利を挙げた。初年度は10勝を挙げ、以後徐々に勝利数を増やしていった。 1968年に師匠の鈴木和夫が救世したため、当時長教師に転身していた兄弟子内藤茂春の旧社へ移籍した。1970年11月、内藤旧社所属の国の花で京都牝馬特別を制し、重賞初勝利を挙げる。これは内藤にとっても長教師として初めての重賞勝利であった。同馬とのコンビでは、 この次に出走した第1回、ビクトリアカップにも優勝した。当年自己最高の44勝を挙げ、全国8位という成績を残した。しかし、翌年以降は徐々に成績が落ち始め、成績は年間15勝前後、重傷についても数年に、幾度か散発的に勝つのみとなり、また、所属級者も頻繁に変わった。1987年、かねて受験していた。 長教師免許試験に通算9回目で合格し、騎士を引退した。通算3642,322勝、内重賞6勝。八大競争では、騎士を引退した内藤の代役として臨んだ1968年天皇賞の太陽、また1971年天皇賞の大倉による二度の二着があるが、勝利には至らなかった。前者の時は、 光る高いに大差負けであったが、後者の時は勝った目白ロムサシとは僅差であり、最後の一押しが足りなかった、悔しい思い出として挙げている。免許取得翌年の1988年、滋賀県立党トレーニングセンターに自身の旧舎を開業した。初出走は10月と遅く、同23日にリードレデオンで初勝利を挙げた。時期の問題もあり当年は参照という、 成績であったが、翌1989年6月には管理場、堀野来伝が半球杯を制し、年末までに重賞も1勝を加えて15勝とした。以後徐々に成績を上げて、中堅として定着。1995年には、重賞未勝利ながら、年間で37勝を上げ、勝利度数で全国5位を記録した。1997年に、 中央競馬と地方競馬の交流を促進するダートグレード競争が整備されて以降は管理場を積極的に地方の交流重賞に出走させておりその黎明期からストーンステッパーが交流路線で活躍1999年には日本ピロジュピタが岩手のマイルチャンピオンシップ南部杯を制し調教師として GI 競争初勝利を挙げた以後もダートで 重賞5勝を挙げた日本ピロサートなどの活躍場を管理している。2018年2月28日付で定年のため調教師を引退することになった。年度別成績、編集主な起場場編集、括弧内は目や機場時の優勝重症競争。主な管理場、編集太字は g i 級競争。ありがとうございます。